こっちかけりゃいいんか。ラがな、寄せるかも。ドゥドゥンドゥンドゥン、蹴ってしまうよね、寄せすぎるとマジで。よく蹴る。いて。と変わらん、変わらんな。ライト強くしない。目死ぬ。どう？明るくなった？変わった？顔死んどるけど。ね、顔死んでるって言わないでよ。どう？いや、全く違いがわからん。変わらんな。変わらんな。多分服が明るいけど。くっそー、白い服って難しいな。でも黒い服着ると私神々しくなっちゃうから、ちょっとゴッドになっちゃう。ゴッドに、こんにちは、仰天ゆりなです。イエーイ、ヤッホー。 V、 私首短いからこういう服着るとまあ首がない。首短いからこういうね、実はね、あったかいんですけど、実はこういう服似合わないんですよね。まあでもあったかいから着てるんですけどね。そうだね、首が長い人はね、こういうの着るとね、帳尻があってね、いいんですけど、あんまり首長くない、普通なんですよ、標準。まあ短くはない、決して標準やからね、若干ね、髪の毛を上げてないとね、ずんぐりむっくり感が出ちゃうのよ。なんならもうこれぐらいにしてもらって、ちょっと顔面削ってもらって、顎なくしたらダメ。そうやな、これ以上なくしたらどうする。そうやな、私大差も顎ないのに、あかんわ。湧きてあげるよ。地道の走り屋さん、どうもありがとうございます。ありがとうわ、イエーイ、ありがとう。そう、首が長い骨格の人って何骨格の人だったっけな、骨格でね、首が長い人とね、長くない人がウェーブ、ウェーブの人が骨格が、ここが全部首が長いや、そうや、キャシャやな、細いもんな、座ってない。ちなみに私は骨格ウェーブではない。一番違うかもしれない、うん、違う。ナチュラルかストレート、結構今後混ざってます。そうなの、だからね、私はね、割とね、首が空いてる、首が空いてるじゃんな、首元が空いてるやつがね、似合うんです。ここがシュッてしてる方が似合うの、詰まってるから上に、うん、そう、上にね、全てが詰まってんの、うんのってなってんの。そう、羨ましい、ありがとう。でもナチュラルか知らんで、ナチュラルかは分からん、ストレートかもしれん、どっちかやん。下重視ではないから、どっちかというと上に詰まってるタイプの人やから、だからね、腰の位置がね、高いんですよ。そう、でもたまに腰の位置に合わせて着るとすごい上げパンしてる人みたいになるから。若干変な時があるんですよね。あの緑のストレートパンツ、ああそう、そうね、そうなんですよ。あれ着かんかったっけ、上げすぎじゃないって。そう、ナチュラルとかストレートって鎖骨切れ、あ、でも私鎖骨ない、全くない。リンパ詰まってんのかな。いやでも毎日こうやってグリ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 お風呂でやんねんやけどな。鎖骨切れや、出にくいんじゃないっけ、どっかのウェーブは、ウェーブの人はな、ガリガリやからな、この辺めっちゃ出てるけど、でもね、どっかどっちかのな人はな、出にくいんで鎖骨って。私鎖骨出てないだから、そう、どっちかの人はね、鎖骨出にくいんだよ。なんかいろんな説明あるよな。撫で方がだから少し首長く見える人だって。あー、撫で方ね、リュックがストーンって落ちる人ね。でもうちのメンバーにももう、あやねとかもうザ撫で方シュン、なんか、あ、なんかさ、それこそさ、あのこの前さ、バッチコイでさ、西東で
戦った回があったじゃないですか。であの回の時にさメンバーとさ喋っててんけどさ、あやねってさめっちゃちっちゃいしさ小柄やしめちゃくちゃ華奢なんですよ。すっごい細いのだからさ、でなで型なの余計になんかもうシューンってもうなんかもうちっちゃうっすら細いみたいなね感じだって、でそれで後ろからちょっと見てた時にメンバーと、いやマジであやねちゃん華奢やな細っって言っていうのをずっと後ろで後ろ姿を見ながら言っててんけど、そういいな華奢になりたかったな。私はね肩しっかりあるんですよ。だからもうねリュックなんて全然落ちない全く落ちない。いいでしょう、肩幅はしっかりあります。だからオフショルが似合うの。そうなんか肩がしっかりある人はオフショルとかが似合うんですよ。肩がない人はねオフショルはねあんま似合わないんですよ。なんでかって肩がないから。オフショルってこう肩があるからここが角張ってるから綺麗に見えるんですよ。そうだから私はそう肩があるからオフショルがすごく似合うので好きです。オフショルが大好き。うん、しっかりある方が入るのよ。まあでも確かに肩がねある方がね顔はちっちゃく見えるよ、の目の錯覚で。そう、そう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 、そこはねいい案だとしとこう。プラスにプラスに捉えると、うん、実際顔小さいでしょ。だってちっちゃいよ。ちっちゃくはない、マルチっこいって感じそういつも言われるんやけど、なんかあそうあのねファンの人がそのエイトの日のあのキューティーパーティーとホクシーパーティーの写真をね上げてくださってて、でなんかあの私がショールームであのハッシュタグ仰天になってつけてあげてくれると見るからって言ってて、それで、ね、その言った後にね何人かあげてくださってる方がいらっしゃって、ありがとうございます、見てますよちゃんと、はい、あのちゃんとねあげてくださってて、ね、見てます。でもそれ見て思った、マジ顔丸っアンパンマン。特にキュートパーティーの方のあのウィンカー3回とアーモンドクロワッサンの時の髪型が珍しく、私あのネモハモのアコースティックバージョンでイケジョやるためにあの髪の毛結ばなくて帽子かぶるっていうのもあって、こう編み込みのおろしだったんですよ。だから余計に顔がこういつもみたいにこう今日みたいにこう引っ張ってないからすっごい丸まん丸さんだったしかも笑ってるやん、ああいう曲ってさ真顔でやらんからさ、あの結構こうニコニコした曲じゃないですか。だから笑ってるの、私笑うとさほんまにさ目なくなるしさ、なんか顔がさもにょーってなるけんさ、すごい顔が丸くてびっくりした丸アンパンマンみたいと思って、マジで私にも顎という名の顎が欲しかったな。あげる、ちょっと長い、いやめっちゃ輪郭いいと思うけどな、お兄ちゃんはブサイクな顔しないの。そう、いや年取ったら顔長くなるね、やめてよやよママとかに言わない、やよやよ大丈夫、年取ったら長くなるから、そう顔でかくなってきやあかんやんそれは鑑定ね、それはあかんてね。私はねこういう輪郭が大好きやから、こういう感じわかる、こんな感じ、うんうんうん、丸顔の方が可愛い。私は丸くないんやって、丸いよ、丸四角いから、四角くはない、丸いの、丸いんだったらもうまん丸がいい、まん丸やん、違うってよ、ここがうんってなったら丸がいい、はぁ、かなピッピだぜ。
なんでその話になったっけ。そう、それでね、あげてくださった皆さんありがとうございます。そう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 、嬉しいです。ぜひ皆さんブサイクあげないでくださいね、漏れてるやつだけあげてくださいね。よろしくお願いします、よろしくお願いします。たまにすごいなんかブサイクなのとかさ、よくあのイベントの写真とかでも見かけたりするんやんか。それはやめてね、うん、漏れてる、あの漏れてる、誰が見ても絶対可愛いって言われるであろう写真だけ載せてくださいねで私結構ね、あのダンスしてる時ってね、割と一生懸命踊ってるからさ、割と自己売ってる時の方が多いんですよ。そう、なんか動画、多分私が踊ってる時とかの動画を見ていただければ分かると思うんですけど、結構あの動いちゃってるタイプの人間だから、何者クロワッサンとかもなんかすごいパパパパやってたしなんか思った以上に、いや、なんか若いキャピキャピしてる曲やからピョンピョンやろうと思ってやったら、なんかすごいちょっと違うか、なんか一人だけすごいなんかこうなってた、ちょっと恥ずかしかったんけどウィンクは3回とか、結構なウィンクは3回はフロントだったので、めっちゃ立ち位置良かったからで撮影やったかなと思って、じゃあこうやってフレッシュにやろうと思ってフレッシュにやっててんけど、よくよく考えたら動画見てる人は頑張ってんなと思うわけですよ。写真しか見えへん人多分あ顔絶対ブレてるやろっていうか、なんかすごいさ、わかる、そのさ、写真撮影タイムの時ぐらい落ち着けばよかったなと思った。顔、写真撮られる顔重視でこうこういう感じでやればよかった。すっごい忘れて、めっちゃパフォーマンス重視でやってしまったいい加減学べよって感じなんやけどさ、加減学べよ。でもやっぱりさ、動画よりバズるのって写真やん結局。だからやっぱりね、顔面重視でねやればよかったなとちょっと思いましたけどもね。はは、忘れてたでもね、その中からね、ファンの人は頑張っていい写真を載せてくださってるっぽいので、よかったですよかったです。そう、ただやっぱり盗まれた唇の時の私の顔でさ、たまに光が入ってない時ある、目にマジで怖かったな。なんかファンの人が上げてくださったやつとかで、あの私って結構メガネドライアイだから、もともと光をあんまり反射しないんですよ。そうだから結構ね、暗いとこで見るとほんと目が真っ黒って感じになっちゃうから、それ見たらすごいさ、顔もさ、なんかすごい笑わん曲やからさ、スンってしたんやって。なんかすごいすごい、なんかね、すごいすごかったそう、ピエン激しめなダンスは大体反面になる。それいいな、めっちゃ反面になる、すごい反面になる。そうなんです、いつも全力ゆりなちゃんがいいと思います。ありがとう、ありがとう。初日の出秩父ヶ浜行ったで、だって。すごい、そうなん、めっちゃいいやん、すごい羨ましい。いいですね、最高渡辺麻也さん全く遅刻はないので有名だったなんて、すごい、いつも完璧なんだね。私はちょっと無理だな、それは。私は時には半目、時には半目っていうか、笑ったら半目やし、基本的自分笑ったらもう半目やから、もう笑った時点で自己がやから。でもな、すごい、何やったっけ、メンバーあるあるってこの前喋っとった、めっちゃ面白かったんか。何やったかな、あ、そう、なんか笑うと目がなくなるから、でも大体みんな笑ったら目なくなるやん。でそれで笑ったら目なくなるからと思って、笑った時も目開けてるようにって一生懸命意識してやると、めっちゃ怖いみたいな笑顔めっちゃ怖いみたいな、なんかそれであるメンバーが、え、私昔それやってんって言っとって、ちょっとね盛り上がったんよなんか笑うとさ、ほんと笑うとさ、こう目なくなるやん。だからさ、目開けて笑おうとしててんやん、多分初期の頃とか。そしたらさ、なんかさ、目開いてさ笑ってるからさ、笑顔めっちゃおかしいやんかそれでさ、なんかさ、昔の時やばかったよな私ってな、あるメンバーが言っててな。それでちょっと若干盛り上がったんよっていう裏話、うん、っていう裏話。そう、私も基本的に顔気にするより、あのなんかパフォーマンスする人にも2パターンおって、
顔を気にせず顔ブンブン振って踊るタイプの人と、もう顔は絶対に崩しません、顔はこうですって踊る人といるんですよ。2パターンいるんですよね。だからその人によるかも。私割と顔を全然振ってしまうタイプの人、写真には向いてない人写真には向いて、動画にはいいかもしれないけど、写真にするとちょっと若干崩れてしまうタイプの人なんですよ。だからそう、そうなんですよ絶対だってさ、唇盗まれた唇のこういう時とか絶対ブサイクやないか、ここのとこ、あ、違う、間違えた、一瞬重なってたとかの時とかさ、そう時とかね、割と私はね顔をね結構ね普通にやっちゃうタイプの人さあ、しょんにゃんにゃん基本ね、なんかねやらないようにってね思ってんねんけどね、気抜くとなこう「へえ!」とかさ「へえ!」とかやっちゃうねんな本当に。まあでもそれは人の見せ方かな、見せ方によりけりかも。うん、そうあるよね、そういうの分かる人には分かるかな。猫顔だよだって、あ、今更ありがとう、よく言われる。でも私猫顔だよってよくやるけど、でも正直髪の毛下ろしてるとタヌキっぽいともよく言われる。そう、全力パフォーマンスが好きです、だって嬉しい、ありがとう、いつも全力で頑張っております。ドヤ顔で踊れば事故らないのでは、だってでもドヤ顔も人によって違うやん、わかる、なんかさ、そのさ、なんて言ったらいいの、なんかドヤ顔も人によって違うやん、うーん難しい、わからへん、なんかドヤ顔も人によって違うやん。アイドルのさドヤ顔とさ、例えばパフォーマーダンサーさんとかのドヤ顔って違うくない？ドヤのバリエーションというかさ、ドヤり方でもさ、そう、ここが難しいところなんですよ。まあ私アイドルなんですけどね。そう、私はどっちにもなれないんだよね。もうちょっといい顔面を探したい。そう、いい顔面を探したい。いい漫画です。昨日の公演の MC がめっちゃ面白かったなって、あ、本当ありがとう。どの MC だ、どのやつだ、どの MC のやつだろう。結構いろいろ MC 話しましたけど、私 MC 結構あるんですよね、雫公演って。ユニット明け MC もあるけん、そう、そう、自己がもファンにとっては愛おしいのよ、だって。本当、でももうそれ世に出さないでね、本当本当に大切にしまっといてください、それに関しては。カレンちゃんとつぼったやつそれなあ、下音ハマがつん役やった MC 面白かったって。ああ、あれね、そうなんですよ、ハマさんは私にとってもツン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 ですからね、いつも。はい、写真撮ろうって撮ったんですけど、まあ相変わらず苦笑いでしたね、今回も相変わらず苦笑いでしたね、ショックでしたね。小田さん、浜さんは厳しいだって。小田もうちに当たりきついの、何で知ってんの。そうなんですよ、小田浜はね私に割と当たりねきついんですよね。でもちょっと小田も最近わかんない、なんか一時期結構割と一緒にいるっていうか、そうことが多かった時はね、もうすごいね、すごいツンでしたよ
そんなにね、最近はそんなに一緒にいることがないっていうか、まあっていうのもあってそんなにツンじゃないと思うんだけど、ちょっとわかんない、どうなんだろうね。そうそうそう、そうなんですよね。そうそうそう、ピリピリしてんの、あ、ピリピリしてんじゃないよ、そういう、そういうんじゃなくて、うん、そう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 、全然そういうのじゃないよ。愛情の裏返しだったらいいですね。だったらいいですね、羨ましいです。今日目が赤いな、だって。嘘、メイクかな、それか若干メイクかもしれない。ちょっとねピンクっぽいのを入れてるんですよ。あとシンプルに目が乾燥してるからかもしれん。うん、めちゃくちゃ乾燥する。まあね、部屋が乾燥してるからね、暖房つけてるし。なれちゃんもいいな、さんにキュンキュンしてるみたいだって。ほんと嬉しい。なる、あ、最近なると結構一緒にいること多いんですよね。そうそう、この間 の、 そのキューティーとフォクシーのパーティーの時も、あの楽屋 の、 あの座ってるのもね、横にね座った。そうそうそう、横に座った。まあ私が座ったんだけど、横に横に座りました。なるかわいい、私の推しメンですから、なるさん。今度ねチーム4でね一緒になるんですよ、クラノーチーム4、新キャップでね。そう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 。昨日の公演は全員西日本というメンバー、そうだったんですよ、昨日ね西日本だったんですよ全員。すごくない、びっくりしたよね。りなちゃん MC も上手くなって嬉しい。あのね、後輩 MC とインター系 MC は私がね仕切り役だからね、頑張ってます、頑張ってます。そうなんですよね。レアなの？ん？何が何がだ？MC 本当に楽しみだった。本当に MC 楽しみ？嬉しい。嬉しい。ありがたいことにね、雫公演ね、私ね11月から始まってね毎回全部出てんの、皆勤賞なのよ今んとこ。やばくない？嬉しいんだけど。で、あ、そう、こないだ、あ、違う、こないだじゃないわ、昨日か、昨日でね公演出たの。昨日ね、あのファンの皆さんからいただきましたお花ありがとうございます。劇場公演の出演回数が300回いったらしくて、300回おめでとう花束をファンの人一同っていうのでいただきました。あのツイッターとか、あとプラメとストーリーにも載せたんですけど、見てくださいましたかね。めっちゃ可愛いピンク色のお花で、レインボーローズもね、あの真ん中にいっぱい刺さってて、すごい嬉しい、ありがとうございます。そう、嬉しい、300回か。でも言うて300回なんだって思いました。まあ、でもね、確かに初期の頃私ほとんど劇場出てなかったなと思って、やっぱ4を兼任するようになってたくさん出れるようになったので。あとアンナ先生公演48やってた時は一番めちゃくちゃ出てた、週半分はね劇場に立ってたので、あの頃結構ねたくさん出させていただいたなっていうのはねすごくありますね。うん、夜ご飯食べた、まだですね、まだです。おめでとうだって、ありがとう、嬉しい。雫公演で終了されました。あ、終了じゃないわ、未了だ。
終了じゃないね、すみません、魅了されました、美しかったって、ありがとう、嬉しい。フォーク公演早く出て、いやフォーク公演なんかね、私フォーク公演全然出れてないの、なんでですかね、わかんないですけど、なんか最近、全く出れてないですね、ほんと忘れちゃうんだよね、いつもフォー、なんかフォーク公演あんま出れなさすぎて、毎回毎回出るときにってなっちゃうの、わかる、定着する前に休館に入っちゃうから、そう定着、自分の脳が定着する前に間がめっちゃ空いちゃうから、なんか全然出れないんで、でもね私のポジションね、あのねメンバーめっちゃ多いのよ、私と同じポジションをやってる子がすっごい多いんですよね、何5人か4人いるんですよ、だからなかなかね順番が回ってこないの、そう、それはねあれなんですよね、やっぱね、あの立ち位置によって2人、その立ち位置が、まあ、ゆりさんは1人しか、あ1人とか2人とか2人、最低で2人で最高で多分 4,5 人いるんですよね、だからあのそう2人しかいない立ち位置の人もいれば、2人で回してる人もいれば、その4人5人で回してる人もいるからね、そうなのよ、出れないのよなかなかね、出たいんだけどな、鉄な公演ね、出ないとさ、フォーメンバーにさ会えないからさ、会いたいな、久しぶりに、なんかさやっぱ劇場ないとさなかなかさ、あのなんて言うんだろう、あの会えないじゃないですか、だからさもうさ村山チーム4、あの今度新旧コンサートあのあるじゃないですか、でそれでどこいつまでその新旧コンサートが終わっても続くのか、もう新旧コンサート終わったら次のってなるのかわかんないんですけど、そうだからそう思ったらなんか今のうちにさ、結構変わんない人もいるんだけど、やっぱ変わっちゃうメンバーもいるから、なんかね今のうちにたくさん会いたいなってすごい思うんだけど、なかなか出れないんだよね出れないんだよね、なんでだろうね、ピエン私も2年見てないよ、だって2年見てないの、やばいじゃん、16人公演の時に見て以来か、そうなのか、でも来月以降レッスンとか仕事多めで劇場あんまり出れないので、そうなのよ、私多分これからまあ舞台、あのミュージカルがさ3月の頭にあるからってなると、多分舞台の稽古基本的全部優先なんですよ、でまあ別に私が出ないと出れる人がいないっていう状況じゃないから、私がまあじゃあ舞台でってなった、舞台優先だから違う子が出るってなったら、多分もうどんどん劇場出れなくなっちゃうんですよね、そう、まあ、いつから稽古始まるのか知らないんですけど、ちょっとまだ全然知らないんですけど、だからね出れなくなっちゃうのかな、悲しいね、悲しいね、2月もね忙しいね、新旧コンサートがあるからね、そう、まあでも全然そのコンサートのレッスンの日程もまだ来てないし、それカップリングのやつのも来てないし、なんかまだねいろいろね、あのスケジュールが分かんないから、まあなんともなんですけどね。でも結構来てくださるって言ってた方がね、結構いらっしゃったからね、すごい嬉しい。楽しみですね。いつだっけ
2月の頭ぐらいなんですけど5、6かな、5、6だっけ。5、6とかな。ねえ、しかもさ、建国記念の日なんかあれあるんですね。私知らなかったんですけど、あの「未成仏百物語」の DVD の発売イベントみたいなのが、あの11日にあるらしくて、ツイッターでもう告知されてまして、ウィーみたいなね。私とナギとコミさんと、あれ3人だったかな、そう、歌ったかな、3人で合ってるかな。なのね、あーびっくりって思いましたびっくりと思いました。絶対選ばれると思ってました。だって嘘、なんで選ばれると思った。いやー、どうもありがとうございます。でも結構ね、このメンツはね、あのいろいろ出てますね。そういえばね、あのあれも、私とナギはあれもやりましたしね、そのツアーみたいなやつもやりましたし、あの試写会のやつもコミさんと私と大森ちゃんでも行きましたし、あのお寺とあの下のとこのツアーみたいなやつも私と大森ちゃんとナギで行きましたし、私割となんか結構なイベント出てますね。そう思ったら、この未成仏のなんか結構どれにも見ましたね。私今考えると結構いますね。面白いですね。まあ私暇なんでね、私暇なんで、もちろんもうありがたいお仕事いただけて嬉しいです。本当に、あー目にごめんなさい、出てそう、ありがたいですよ、仕事いただいて。あ、そうだ、ゆいゆいの写真集のポップアップがなんか渋谷のレコタワ、タワレコか、レコタワってどこやねん、タワレコでなんかあるみたいな、ツイッターで見たわ。見たいの、ゆいゆいのやつ見たいな。でもゆいゆいだったら見せてくれなさそうだな。見せてくれんのかな、メンバーにもくれるのかな、くれないか、配ってくれないかな。いやー見に行きたいな。なんか今日こっちの前髪の調子がちょっとめちゃくちゃ悪くて変なんですけど、いやーめっちゃ見たいな、どこに入れるの、お尻、どっちでもね、うん、どっちがいい、そうだな。あ、でもちくわ入れる？そうで、何やったっけ、あ、そうね、横顔美人です、ありがとう。あ、そう、私横顔は綺麗なんですよ。でもね、横顔は綺麗じゃないの、斜め45度ぐらいが一番漏れてる、斜め45度下向き加減が一番漏れてんの私自分で言ってもさ、ほんとあれなんですけど、ほんとにあのね、横まで向くとね美人じゃないんですよ。
横まで向くと美人。斜め45度下向きが一番漏れてんですよ。いや何やねんそれって感じやけど、そうその角度が一番漏れてる。そう完全に横はねダメなの。斜め45度のちょっと下向いてるぐらいが一番漏れてる。なんでかってファンの人にもめっちゃ言われる。なんかねショールームとかよくたまにこうやって言ってることが多いんだけど、めっちゃ漏れてるでみたいなよく言われるの、この角度の時。そうでね、それで、ね、じゃあ私一生この角度で喋りますねって言ったら、ね、それはさすがにやめてくださいってファンの人に言われた。ファンの人とかショールーム見てくださってる方々にね言われました。そうそれ顔が見えないんでやめてくださいって言われました。行天さんは写真集の話は出ませんか、だって出ませんね。写真集の話は出ませんね。だからなかなか難しいですね、写真集というのはね。そうなかなかねやっぱ写真集というのはね難しいですね。うん、私事務所入ってないから余計に難しいかもしれないですね。どっかの出版社さんがいやもうぜひとも出したいですって言ってくださらない限り多分出ないですね、事務所入ってないんで。正面、私正面あんま自分のね顔のね正面好きじゃないんですよね。そうなんか何かが残念なの。これさこの間さ妹にも言ってたんだけどさ、なんか何かが残念なんだよねって何かが残念なんだよねって言ってた。涙袋がないんですよ私。なんか多分みんな写真とか見てたら分かると思う、ほんと涙袋ないの。目がもうこうなのよ私の目、水平線から太陽ですって。これ涙袋があるともっとお目目がぷよーんって大きくなって、もっとここがちっちゃく見えて、顔がもっとちっちゃく見えて、目がもっとぽよーんって大きくなるんですけど、いやーちょっと涙袋がこれめっちゃ必死に描いてんの涙袋。でもね時間が経つと吸収されちゃうのアイシャドウだから。ほんとにだからさ涙袋がほんとにない。で涙袋ある方が可愛くないねえ、涙袋欲しいな。そう涙笑ってもない、笑ったら余計になくなんねん涙袋。涙袋さん、あ書くときと書かないときやばいよ、うちこれうちめっちゃ書いてんの頑張って、うん書いてひゃんひゃんひゃんってるんだけど、書いた方が漏れるよね。やっぱりそうやんな。ほら見てよみんな、書いた方が漏れるんやで。だからもともと涙袋ある人はマジで羨ましい。書かへんでええやん、書かへんでええやん。どんなに頑張って書いてもないもん自分。悲しい悲しい。かなピッピッピー。なんかさなんかすごいさ涙袋の描き方知りたいです。なんかゆなも涙袋さ描くさやつとか動画とかさよく流れてくるやん、こうすれば漏れるみたいな。だって、ね、私もなんか最初は本当に描いてなかったの。でも描いた方がいいなって思って4年前ぐらいから4年前3年前ぐらいからね書き出してる。そうそうなの、もうねもうねまずねあの動画でもバズったときにまずコンシーラーをねお目目のとこに塗るのよ、涙袋のとこに塗って
白くして、そこからもう白いシャドウをここにのせるの、ちょっと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 ってで、薄いあのダブルライナーのとこに影をピョッって描く。それで横にアイラインをピョッって引いて、でここにラメをトトトトトってやって、私は描いてんだけど、すぐなくなっちゃうんだよな。でなんかコンサートの時はそれに私はよくラメラメをつけてんの、ここ最近ね、このここに。したらね、そのラメラメって油分だから、どん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 ラメラメってしてるんだけど涙袋がなくなっちゃうのよ。どうしたらいいと思うっていう話。涙袋がないのよ。これ涙袋書いてんだよ、うち。そうだよ、すっぴんは涙袋ないじゃん。みんなうちのすっぴんよく見てるっしょ。涙袋ないんだよ、うち。恋の時のゆりなのメイクは濃いって思わないけど、やっぱり濃くしてんの。濃い濃い。私他のメンバーにね、あ、今日私すごい、なんか今日私すごい少ないって言ったら、いつも通り濃いよってよく言われる。そうなんかね言われるんだよね。濃いらしい、シンプルに濃いらしいよ、私の化粧って。濃いっていうか、なんかまつげをね、私めっちゃすごいクリーンって上げてんの。だから多分それもあるんだろうな。私割とね、めーって感じやけんかな。そう、そう、めーってなっちゃう。なんかね、あの口隠したらね、ほんと目の威力強いから怖いって言われる。口があることによって緩和されますってよく言われます。私はマスクしてる方が漏れるわとかって言ったら、いやマスクしとるとほんと顔がきついからマスクはしん方がいいよって言われます。トトトトペ何の目か分かった今のやつ。でも目力強いってよく言うけど、眠い時は目力ないよ、もう目がしじみみたい、眠い時はそう。おお、よく分かったね今の目で、さすが。年代的に古いな、だって。まあまあまあ、古いけど、その曲自体は古いけど、でも言うて今でも引き継がれてるやんの。そう、引き継がれてるやん、知っとるやろみんな。え、今でも有名じゃない？全然聞くし、カバーもされとるし、よく。ちなみに私はこれはカバーは倖田來未さんのカバーで先に知った。倖田來未さんがカバーをされてて、それで知ってって感じかな。そう、そう、あの倖田來未さんの、持ってますよ、 MV、 ミュージックビデオ持ってます、それの。はい、STA が公演でやってたんで。あ、そうなの、それは知らない。そうなんだ、いい歌だよね。分かる分かる。
まあ、カバーはねいろんな方がされてるからね、多分そんなさすがにね皆さんは本気を知ってるでしょ。そう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 、そう名曲いっぱいカバーされてるからな、いろんな人に。口がねもうすぐ乾燥するの、今荒れ地やから口口がね今ね荒れ地なんですよ。そうなんです、かわいそうに。携帯どこ行った？あとは自分何分からシャワーを100回ロッカーを失礼。55分か無理だな。口治ったらって、ここ治ってない、治ってないです、残念。消えてます、消えてます。キューティーとフォクシーって皆さん何が一番、でも私はダンスがすごく難しかったけど、やっぱ盗まれた唇は良かったですね。盗まれた唇、チャランチャンチャンチャン、良かったんですよ。私盗まれた唇ねフロントだったんですよ、嬉しい。落とした？落とした？あはは。そう、あそこ立った。真夏の夜空に刺繍したスパンコ、星座の名前を指さして聞いた。なたにかなたた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 、見上げた。なんとかシャンは美しくて、あなたの隣にいられることが世界一幸せだって思った。うん、盗まれた唇、シュン、こうやって覚えてるのうちこうやって覚えてるのうち基本的にそう、あっという間だあった、あーこっちが通り過ぎたね、チャララララ、目を閉じきま、え、目を閉じ、え、目を閉じ、ちょっと待って、歌詞出てこなくなった。で、あなたを見つめてたい、え、違うの、違う、あれ、目を閉じ、目の前にあなたが、か、一瞬重なってた。なんかさ、ハートがドキドキやろあれ。みんな何やったと思っとったん？ちょっと待ってね。盗まれた唇。なんか何やと思ったった思ったったったやって。なんかハートがドキドキ震えてるやん。みんなずっとハートがブキブキって聞こえて。ハートがブギブギって何やろって思っとったん。そうで、ハートがブギ、え、みんな聞いて、ハートがブギブギって聞こえるんよ。え、聞こえんかな、みんなだけ。なんかゆなはすっごいハートがブギブギ、ブギブギって何と思って、どういう効果音よそれって思ったんですけど、歌詞を見たらドキドキでしたね。初めて、振り出した時はブギブギにしか聞こえなくて、ブギブギってメンバーに言ったんよ。え、ブギブギって何って言われた。ドキドキでしたね。そう、震えているよ、チャ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 ナナナナナ、ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイチャ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 ラララン、あのテルの時間です。チュチュチュ、盗まれた唇、何、
目の目を閉じる時までかな、あれ目を閉じ、分からん、もうこのさ終わったらすぐさ頭から消去する癖本当にやめないかも。風が通り過ぎて目の前にあなたが一瞬重なってた、ハートがドキドキ震えているよ、チャチャラチャララララ、違う違う違う、でももう一度キスしてちゃんと準備させてか、違う、愛が感じられるように、チャラララララ、目を閉じる時まであなたを、ここ一番難しい、あなたを見つめてたい、なりゆきみたいなキスならやめて、チャン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 、最後のとこよね、盗まれた唇、チャンチャンチャンみたいな音で項目、そう、うん、こんな感じなんだよ。え、なんで？こんな感じでしたよ。こんな感じでしたよ。バラの果実もな、4でやったんですよ。やりたかったな。バラの果実、ジュルラ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 。ずっとな、バラの果実のな、ダンスでな、ずっとな、ナルが下尾のダンスをずっと褒めてた。いやー、なんかずっとね、下尾ってめっちゃダンスうまいし、めっちゃ綺麗なんですよ。で、体の使い方がすっごいうまくて、本当にダンスがうまいって。ずっと褒めてた、下を見てた、なるかずっと言ってた。バラの果実、ジュルラ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 ジュン、チュルラチュルラ、これハマり、チュルラハモってるんですよ。私下の方歌ってるんですけど、歌ったんですけど、本当今日上ってどの音なんだろうね。ね、え、聞いてん、あれハモってんねんで、チュルラって、あそこ音ね、聞いてるとね、上の人と下の人がおる、てててて。でもやっぱ唇フレーズは良かったな。君を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 傷つけない、唇踏めずキスができたら、愛を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 諦めよう今は。なんかさ、あそこの感想間違えたんじゃないからな、うち。なんかさ、あそこのさ、今はじゃ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 ん、じゃ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 んやってたやん。さあ、2人は割とさ、こういう感じの振りなんやけど、ゆなのさ、小島さんのポジションはさ、じゃじゃん、こんなじゃじゃんじゃじゃん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 なんやって。でもまあ、あんなにちゃんと堂々と踊ってたから 100% 間違ってるやろうなっていうのは分からんかったと思うけど、間違ってないからね、あれが本当の振りやから。あれ、なんか1人だけ若干違う踊りしてるんですよね。そうそう、あれが正解ですからね、皆さん。
5分、あと5分、あと5分で1時間か。そうね、ちょっと熱いな時まであなたの見つめたたい成り行きみたいな。よいしょ。それでみんなは何が一番好きでしたか？キュートの、じゃあキュートのセトリの中で個人的にこれは良かったぜっていう曲は皆さん的に何ですか？もうあと5分ですけど、皆さん的に何ですか？記憶のジレンマ、記憶のジレンマってどんなんだっけ。会いたい、俺たちはすぐそばにいるのにか、心はこれ以上、ちょっと歌詞がわからん。タラララタタ、キュートだよ、キュート。バラの果実はフォクシーじゃないか。アーモンドクロワッサン、虹の作り方、確かにね、全部良かったよね。なんか個人的にこれは嬉しかったぜ、ないか、つなもん。でフォクシーは、フォクシー、フォクシーは伝説の魚、ナルト下尾が雇ったやつか。あれめっちゃいいよね、めっちゃかっこよかった。でもさ、ゲスな夢さ、初めてさ、あの下尾とさ大西がやっとったんだけど、ゲスな夢さめっちゃかっこよかったね。ゲスな夢見せてやれみたいな、私初めて知ったんですよ、あれ。よかったね。ここにな、ここにはないと分かっているだろうみたいな、ちょっと私初聞きだからちょっと分からんのですけど、めっちゃ移動するし、なんかめっちゃ回るし、なんかすごかったねそうね、めっちゃよかった。私はもう唇フレーズの衣装が可愛かったから、もう最高に嬉しかった。可愛いと思って。でも結構あのファンの人が前座のバードとキンジェレと2人をすごいなんか良かったっていうのをこの間のお話し会の時に結構聞いて、良かったです、嬉しい、イエーイ、良かったなって思いました。じゃあそのわけでちょっとランキング見たいと思います。はい、13位春太郎さん、12位ナッティさん、11位ジェリーさん、10位キリアさん、9位マックスエイトさん、8位マーニャンさん、7位シマヤンさん、6位チカイシーさん、5位ワイマツさん、劇場公演300回おめでとうありがとうございます。4位メトロポリスさん、3位ヒカリ 400X さん、横柄だけじゃなくて360度美人ですよ、だって、あーん、そんなバナナです、ありがとうございます。そして今日の第2位は、あ、ヤンさん、今日お誕生日です、あ、言っとったもんね、お話し会の時にね、おめでとう、ハッピーバースデー、イエーイ、ハッピーバースデー、素敵な1年を。そして今日の第1位は地道な走り屋さんです、劇場公演300回おめでとうだと、ありがとうございます。地道な走り屋さんとはありがとうございます、祝勝。はい、というわけで今日も見ていただき本当に、ありがとうございました。そうですね、そうですね、最近
新旧公演、あとあの三月の玉の舞台と、あと未成仏百物語のDVD 発売記念イベントかなもあるらしいので、まあよかったらぜひ遊びに来てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それでは、また明日ね明日いつ配信するかなちょっとわかんないや。ちょっと明日の諸々の予定が来たらまたいつ配信するか言います。それでは今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。